社交ダンスチームシャンシャンの皆さんに来ていただきました。それではシャンシャンだったよ、はい、じゃあお願いいたします。挨拶の方お願いいたします。じゃあ拍手でお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。先にですね、少し自己紹介の方をさせていただきたいと思います。私こちらの施設でお世話になっている、阿部弥生の息子であります、コウスケと申します。皆さん今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、一応プロ の, あのダンスチームというふうに紹介していただいたんですが、プロは実はですね、数年前に引退しまして、今は別な仕事をしているんですが、まあ、それでもですね、20代の間、培ったダンスの技術を生かして、このようにですね、皆さんにダンスを楽しんでいただくという活動をしつつですね、ダンスを通じて、さまざまな仲間と出会い、そして、皆様と交流する機会を設けさせていただいております。そこでですね、出会った仲間たち、今日一緒に踊ってくれる仲間たちをちょっと紹介したいと思いますので、皆さん拍手の方どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、ダンスの中でも社交ダンスは今日実は初めて挑戦するという仲間ですね、カネッティです。頑張ります。お願いします。で前回実は、こちらでダンスを踊らせていただいたときにパートナー役を、務めていただいた、カネッティの奥さんでもありますヨッピーです。おー、そしてですね、奥さんという言葉が出ましたが、私もすでに結婚しているんですが、今のところフリー独身でございます。皆さん狙い目です。コータンです。学生だったんですか。ね、やっぱり読み切っちゃいますね。いいですよ、後でアドレスとか聞いておいて。苦手な方にはね、お手紙も書きますから。はい、そしてですね、今日は音楽の方、DJ と、あとはテレビという楽器の演奏の方を、担当させていただきます、チームシャンシャンのリーダーシャンです。というようにですね、ダンスの技術は実はそれぞれ、なんですけれども、初心者から、元プロから、アマチュアで、楽しんでダンスをやってる人たちからね、技術のレベルはそれぞれなんですけれども、本当にダンスっていうのは皆さんが想像するよりも、実はぐっと敷居は低くてですね、例えばお金がないだとか、例えば踊る場所がないだとか、買ったりなんか大変なんじゃないかとか、そういうことはないんですよということをね、今日少し皆さんに体験していただきながら、ダンスの魅力を少しでも伝えられればなというふうに思っております。そこでですね、早速ですが、この中で社交ダンスをやったことがあるっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。お父さん、お父さん、誰誰、実はすごい、年代的に我々の年代よりも皆さんの方が社交ダンスルールというものがありましたから、やったことある方いらっしゃるんじゃないかなと思ったんですけど。